ここで戦うと間違いなく漁夫が来る。これはもう、ボックスの中で3人じっとしておこうと。入り込みました。3人で仲良し。回復を巻いて、密なコミュニケーション。これは3密、少しご時世には、そぐわないかもしれませんが。さあ、こちら、紙とドームあるよ。フライズ選手のまずはワンダウンを奪って。さあ、紙と、ドームあるよ。ハッキル入れて、マスティフリーロード。さあ、ディボーション、いっぱい打っても、弾は一発。さあ、これはやったか。これは、やったかではない。あえて明言しましょう。やらかしました。さあ、しかし、ここは金バック。持っているのは、かなりでかい。漁夫に来たのは渋谷春。シーズン8スプリット2では、最終日、マスターに、どうしても上がりたいユプナ選手を、救ってくれていた渋谷春。その時の、俺、ここでマスティフの銃弾に変えて、返してやるよと。さあ、詰めていくが、ディボーション、ダメージは出していますが、渋春チームも引いていくのが早いですね、これは。いや、これは許されない！ありがとうな、渋谷春！あとはゆっくり休んでくれ！ユフナ選手が、いや、これはもう、あっという間の出来事でした。RIP 渋谷春。さあ、そして、幼稚園の先生、幼稚園児を失った。何をしているんだ？これはたまらず回収に向かいますが、少し引率の先生としての自覚が足りていない、ビッグウルカスター。さあ、そして、さあ、ウルカ選手？グレネードから、ボセック！めちゃめちゃダメージを出して、それでもキルポイントが入らない、この不憫さ。同情してあげてほしい。さあ、こちらスタイリッシュヌーブ選手ですが、目の前扉を2枚挟んで、対面にはニールチーム。お互いにドアを割って、さあ、ドーム。いや、これは、今、アークスターが、ドームをすり抜けましたか？いや、これは、いや！ニル選手！なんと、圧倒的不利かと、思われた！ファイトでしたが、取り切りました！いやー、ニル選手、もう、その競技シーン経験者ではないんですが、間違いなく今回の大会においても、その最強の一角を担うような、プレイヤー。パッドプレイヤーの最高峰、と言っても、いいでしょう。さあ、目の前襲ってくるのは、セリーチームですが、ポジション有利。襲ってくることはできなそう。いや、まずい。危ない、危ない、危ないぞ。本当に気をつけてほしい。うわ、これは、いや、圧倒的有利ポジではあるんですが、少しずつ前線を、押し上げて、ウィングマン当ててくるのは、セリー選手、そして、ピースキーパー。
ラスト一人取り切った！最後のウィングマンもあれヘッドショットですからね。先ほどはチャンピオンを取り。さあ、奈良香選手が、残り体力10のところバッテリーを巻くかと思いましたが、そんなことはありません。ただのジョークです。さあ、海外留学生が1名だけ見知らぬ土地に取り残されてしまった。ポキノー高校。これは困りますね。海外から一人、おそらく心細いことでしょう。さあ、クラスメイトの立花、スパイギアは、もうここに戻ってくることはありません。遭難した時は、じっとしておけと、お父さんから教わった。クルーンハブは、たまらず。これ逃げていく先、頭からだ！一瞬の出来事！ファーストピック！さあ、取られた先？セリー選手が、詰めていきます。グレネードが刺さって、ダウンからかっきる。いやー、このドームも素晴らしいんですよね。取り切りますか？あと1枚逃げていきましたが。いやー、とんでもないものを見てしまった。さあ、妖怪はみ出し。少し大妖怪の名には、ふさわしくない。現在戦績を残していますが。さあ、アークスターくっついたぞ！しかし、ダメージは、いや、これ落ち着いてますね！わみ出し全く輪を乱さない。ダウンを取って。いや、これ素晴らしいですよ！ツーダウン。あと1枚ですが。さあ、甘えが通用する相手ではないぞ！さあ、これウルトの判断、さすがですが。わみ出し、輪を乱しながらも。これ、蘇生を行きたいところですが。いや、これドーム焚いたところおそらく。起こしきれましたか。これはラッキー。ニル選手を1枚落としていたのが。ファイト、非常に落ち着いて、落ち着きのない、ダルマ・アリサカコンビを、うまくサポートしているような印象を受けますが。さあ、大妖怪たちは走り出す。おそらくこのチームの弱点、オーダーはいない。なんとなく雰囲気で、アンチの中、なんとなく戦ったり良さそうなところをなんとなく戦っていく。さあ、妖怪の力、見せつけることができるのか。このファイト勝ったら、大妖怪と、自信を持って、名乗ってほしいところ。さあ、目の前のファイト、ピースキーパーで1点、2点、当てています、当てています。まずはファーストダウン奪って。これは、あっという間に、2ダウン。幼稚園児が、大妖怪に、食われてしまいました。お化けは怖い。さあ、そしてウルカ選手は、一人生存。さあ、なんで、子供を助けてくれなかったんだ。モンスターペアレンツが押し寄せてくる。虚空で逃げても許さない。それがモンスター。あっという間に8キル、キルリーダーなのはセリー選手。このウィングマンで一体どれだけの命を奪ってきたのか。すでに、3人赤アーマー、物資は十分。頭からだ、頭からだ！あっという間です！
理論上最強ということは、この男が持てば最強。セリーのウィングマンは、その辺の弓よりもはるかに強い。さあ、大妖怪たちは、おそらくこれアンチの中ギリギリ入っていますので、まだ耐えるような動き見せてくるか。一方でニルチームは、入るしかない。さあ、そして、いや、これは、妖怪が、仕掛けてきた。さあ、お得意のバケモンムーブかわすのか。グレが刺さらない。いや、刺さっている。はみ出しがはみ出した。はみ出した瞬間、もちろん、甘えは許しません。トア選手がダウンを取りましたが、いや、しかし、中でもこのチーム、間違いなく一番、チームの輪を、乱さず作り上げているのが、この大妖怪ワミダシ。さあ、こちらは、エイムで語るのが大好き。ダルマイズゴット。さあ、当てていますよ。その能力は、お墨付きですが。さあ、ロングポータル。頭を使ってみた。そして、開いてみた。もう一回通ってみた。やっぱり戻ってみた。さあ何をしているんでしょう。シールドバッテリーを巻いて、収縮。これはおそらく一番初めに、アンチの際から追い出される。さあ苦しくなってるのはあちらも同じ。ニルチームにちょっかいをかけて。さあここでドームを残しているのはでかい。このドームはでかいぞ。さあそしてラスト、魚振り切れるか。バビなし見せてくれ。これが大妖怪だ。雑魚妖怪から4日目にして成り上がり、これは正真正銘の大妖怪。さあそしてこちらはセリーチームですが、いやいやそうはならんやろと、ユフナの悲鳴がとどろく。ウィングマン5発連続そんなのされたら勝てへんやん普通と。さあ、ピースキーパー。もちろん、こちらもダメージ出して。さあ、後ろから。さあ、割ってくれるか？割った瞬間、ピースキーパー。さあ、うまいですね、今の動きも。101!80! いやー、もう、とんでもないプレイだ。さあ、頼みの綱。わみ出しが落ちている。こうなってくると、ただ騒がしいだけ。飛べー！さようなら！わみ出し！わみ出しをハブにして、アンチ内へアプローチしていくのはこちら、百鬼夜行。残されたのはクズハ選手1名。さあ、もう墓は踊らないから、許してお母さん。ブレをいっぱい投げて。これはいいよ。あららららら。ら踏んじゃった。アークスター踏んでしまったのはクズハ選手。お疲れ様でした。おそらく後で、カナエ選手にも怒られることでしょう。怒られてください。しかしもう墓は封印したということで、明日以降の活躍にも、まあ、期待できると思いたいところです。多くのチームが生存しているこのアンチの北側、ウイングマンでいつ見てもよく当たるこのウイングマン。
さあ、自動照準はついていないはずなんですが、出しているダメージはあまり変わらない。ワンダウン、ツーダウン、そしてもう誰かこいつを止めてくれ。しかしこの人が止まったとしても、左右に控えているのはトア選手、そしてヌンボラ選手。このチームに隙はあるのか。お届けいたしましたが、しかしアンチの収縮まで残り5秒。さあ、交渉を取っているのはセリー選手。ウィングマンの弾はあと100発、弾切れは期待できないぞ。さあ、飛んでいった。面白い動き見せていったのはこちらスタイリッシュヌーブチームですか。さあ、ウィングマン、たまには当たらないところを見せてほしいところですが、そんなシーンは出てきません。さあ、止まらない、止まらないぞ。今シーズンナーフされたホライゾンを用いて、それでもなお前衛で十分すぎるほどの立ち回り見せているのがこのセリーチーム。残り3対3対3の戦い。さあ、上を取ったが完全に有利なポジション、有利なポジションではあるんですが、相手が悪すぎる。これはもう笑うしかない。このキャラコント、キックの選択、そしてラスト飛び出てきたのはアルスチームですが、ダメージが止まらなかったが、なんとか抑えきることに成功しました。最後の最後取り切ったのはアルス選手、トッピー選手、傭兵選手の3名。